皆さん、こんにちは。私は花と申します。今は低座編の作り方を教えます。低座編は生姜ベースの飲み物ですね。生姜は免疫システムを高めることができますよ。じゃあ作りましょう。生姜一片、ティーバッグ一袋、蜂蜜、お湯200ミリリットル。生姜を潰します。生姜と紅茶をグラスに入れて、お湯を注いでください。色が変わると、蜂蜜を3大さじを入れて混ぜます。じゃあ、デジャエを楽しむができました。生姜の辛さで私の体が温まりました。皆さん、こんにちは。私はゼネットと申します。こちらはラユリと呼んでください。今日私たちはバジギルという飲み物の作り方を教えます。バジギルはインドネシアの大きな飲み物です。インドネシアにピアガン地区から来ました。じゃあ始めましょう。バジギルを作るための材料は1500ミリリットルココナミルク、生姜を4つ、コーヒーパウダー5サイズに、300グラム黒砂糖、パンダの葉4枚、シナモン2センチ。まず、1500ミリリットルココナミルクを鍋に入れて、それから300グラム黒砂糖と生姜を4つと、シナモンとパンダの葉とコーヒーパウダーを入れます。茄子でるまでゆっくりかき混ぜながら中火で調理します。沸騰している場合はガスストーブをオフにします。コップに入れながらバジギルをろ過します。バジギルはもうできました。匂いがいいですね。大さんどうぞ。ありがとう。いただきます。味がどうですか？もちろん美味しいです。喉に温かいですよ。この飲み物は寒い時に飲むのに適していますよ。私はラタンと申します。こちらはバキスと申します。バジギルは美味しそうですね。今私たちはエスコトンという飲み物の作り方を教えます。エスコトンはインドネシアの伝統的な飲み物です。じゃあ始めましょう。エスコトンを作るための材料は500グラム茹でたコランカリン、
Hyakuguramu yudeta pacar Cina. Iko avocado kaniku o torimasu. Iko kokonatsu kaniku o torimasu. Pang. Siropu. Ikan gyūryū. Kudaita ice cube. Mazu, kudaita aisu kyubu o sonyu shimasu. Sugi wa avocado o sajison o sonyu shimasu. Sore kara, kolang kaling o sajisang o sonyu shimasu. Soste, kokonatsu o sajisang o sonyu shimasu. Sugi wa pang o sajisan o sonyu shimasu. Sore kara pacar Cina o sajini o sonyu shimasu. Soste siropu o sajini o sonyu shimasu. Saigo, aji wa utabe ni ninyu o nyuryoku shimasu. Tiara to moshimasu. Kochira wa Repe to moshimasu. Kyo watashitachi wa Esteler という 飲み物 no tsukuri kata wo oshimasu. Esteler wa Indonesia no dentoteki na 飲み物 desu. Indonesia no Sukoharjo chiku kara kimashita. Ja, hajimemashou. Esteler o sukuru tame no jaryo wa avocado. Wakai kokonatsu nakami to mizu wo torimasu. Kitsusu jakufurutsu chisaku kiri wakemasu. Yudeta kokonatsu miruku. Renyu. Aisu kyubu. Mazu wa aisu kyubu wo bowl ni iremasu. Soshite avocado wo iremasu. Tsugi wa kokonatsu wo iremasu. Jakufruitsu wo iremasu. Kokonatsu miruku osaji ni o suikashimasu.
たさん飲んでみてください。はい、いただきます。うん、甘くて美味しいね。夏の時に飲むと爽やか。私はセルビと申します。今日私は質問するという飲み物の作り方を教えます。質問するとは何個あちゃだるさらも酢を起源する段階的なインドネシアの飲み物です。じゃあ始めましょう。材料は2杯の砂糖大さじ、水、1個きゅうり、一つライム、アイスキューブ、バジルの種を浸して排水しました。メロンシロップ、きゅうりを折り下ろします。約 50ml を入れます。砂糖を追加して混ぜます。きゅうりとバジルの種とメロンシロップとアイスキューブを追加します。水を十分入れてください。ライムを追加します。すべてが混ざるまでかき混ぜます。エスティムソルが完成しました。新鮮で美味しいです。エスティムソルトは暑い時に飲むのに適しています。